どうも、こんにちは、弁当です。まあ、ちょっとこういうスタイルが一番顔隠れるので、カニ被ってますか？気になりますよね。ごめんなさい。気にしないでください。今日のトピックは、生活リズムとモチベーションと心の問題、体の問題っていう、この3つの観点でやっていきたいと思います。まあ、主にはこの3つ目ですね。心の問題か体の問題かってことです。で、まあ、なんだろうな。まあ、すべての受験生活の悩みにおいて、心の問題と体の問題しっかり切り離して考えるべきだと思います。で、多くの場合は、体あって、体の問題を解決して、それが根底にあって心の問題を解決できると考えてます。で、どういうことかっていうとね、体には脳が含まれますね。で、脳には神経伝達物質って言って、情報を伝達、まあ、情報を伝えるための物質、タンパク質、まあ、アルファアミノ酸から作られた有機化合物があるんですね。で、例えば、セロトニン、ドーパミンなんて聞いたことあるでしょ？で、こういった物質が関与してるんですよ。だから、この脳っていうのは、そもそも、このセロトニンとかドーパミンの材料となるトリプトファンだったり、チロシンっていうものを、サプリメントとかね、しっかりとした食生活、食事習慣で摂取していけば、おのずとやる気なんて出てくるもんなんですよ。こっちに頼んなくてもね。うん。だから、体の問題と心の問題っていうのは非常に表裏一体だから一緒に考えてもいいんだけど、でも、受験生活の悩みを考える上では、ここは切り離した方がいいです。なんでかというと、根性論に陥りがちだからです。例えば、やる気が出ませんとか、朝早く起きれませんだとか、生活レズが乱れてますっていうのは全部心の問題にね、焦土ついているじゃないですか。なんか朝早く起きればいいんだよとか。そのレベルで止まると本当に心の問題なんですよ。朝早く起きるなんてものは心の問題に他ならないわけですから。じゃあもっと掘り下げていくんです。じゃあ朝早く起きるためにどうすればいいか、夜早く寝ればいいや。じゃあ夜早く寝ればいいやっていうレベルも、それは心の問題なんですよ。うん。じゃあ夜早く寝るためにはどうすればいいか。2時間前に入浴する。体の問題じゃないですか。ここまで来たら生物としての体の問題になるんですよ。だから動物でもできるようなことを、まずはやっていこうってことです。人間の理性を信じすぎちゃダメだよってことね。うん。じゃあ、夜寝る前に、夜2時、寝る2時間前に入浴するためには、例えば予備校とか塾にね、10時まで残るんだっていう人いるかもしれないけど、8時半とかで切り上げるとか思い切って。それで生活リズムを取り戻して、朝早く起きれるんだったらさ、休日だったらいいじゃないか。いいじゃないですか。例えば平日だったらね、学校に行かないといけないっていう義務感があるから、ある程度寝るの遅くてあって、朝早く起きれるわけじゃないですか。でも休日ってそういう義務感がないから、しっかり義務感がない分を埋め合わせしていかないといけないわけじゃないですか。で、その義務感の埋め合わせを勉強しなきゃっていう心の問題だけで片付けようとすると、できない人が多数ですよ。できる人はできるでいいんだけど、僕はできない、少なくとも。だから体の問題に任せるんです。2時間前に入浴するだとか。じゃあその3時間前には、ちょっとジョギングしておくだとか。まあ、ちょっと心の問題入っちゃいますけどね、ジョギングってなると。まあ、ただそういうふうに、体の問題として対処していくんですよ。で、もう一個、目標の立て方なんていうのもそうで、目標を立てるときに、なんとなくで、やってません？なんか、目標ね。で、目標を立てるときは、書くのがおすすめです、書くのが。例えば、センター試験で770点取る。で、二つ方法があります。700点取るって言って、じゃあなんで700点取らないといけないかっていうと、例えば、770点だったらどうかね、首都大にしましょうか。首都大に余裕を持って合格する。首都大合格。じゃあ、首都大に合格したいのは何でですかつって、俺は物理をやりたい。なんか最先端のね、量子力学やりたい。量子力学やりたいからだ。で、ある程度の学歴も欲しいから、首都大東京なんだ。じゃあ、なんで量子力学勉強したいのっつうと、これはね、中3の時にね、あの時の〇〇先生がこういうこと言ってて、すごい憧れたんだ。じゃあ、なんで憧れてるのかって、なんで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 っていう、なぜなぜ質問をやっていくんですよ。で、それを頭の中でやるんじゃなくて書いていくんです。で、なんで書くかっていうとね、例えば、英単語の勉強だったり、アップル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 っていっぱい書きましたね。ユージュアリー、ユージュアリー、ユージュアリーだけめっちゃ覚えにくいな、みたいな。オーフンめっちゃ覚えやすいの、ね、ユージュアリーを、ね、やりましたね。そういうふうに、なんか1ページ、1日1ページなんか中学の時にバーって書いたじゃないですか。で、あれはなんでかっていうと、英語に、
馴染みがない中学生でも書けば覚えるんですよ。だから書けば脳みそが活性化して、なんていうふうにやったか忘れたけど、なんかそういう脳のメカニズムがあるわけです。皆さん、ちょっとうやむやにしておきますが。だから書くんですよ。目標は、だって頭に叩き込まないと意味ないじゃないですか。ね、目標なんだったっけな、で、ノートペラッ、ああ、これが目標だったな、つって、なんかもう、便箋感を覚えるぐらいの、なんか、便箋感になんか OH ついたらフェノールみたいな、そのレベルの記憶じゃダメなんですよ。目標っていうのは、日々勉強することよりも覚えとかないといけないんですよ。で、その覚え方は別に、口に出せなくていいですよ。潜在的に覚えてればいいので、顕在的に700点取るのを、この取るの字が、例えばひらがなだったとか、漢字だったとか、その辺はどうでもいいし、770点だったか、765だったか、775だったかっていう、その細かい数字も、あんま、個人的には重要じゃない、まあ、重要視する人もいますけど、だから、何が言いたいかっていうと、書いて覚える、潜在的に残すってことが大事なんです。で、いいですか？今なんでこの話してるかっていうと、体と心の話してました。目標を立てて、そこに向かって頑張るっていうのは心の問題じゃないですか。で、目標を立てること自体も心の問題なんですよ。でも、こうやって記憶して、覚えようと思って、目標を頭に刻み込むのは体の問題なんですよ。ああ、まあ微妙だけどね、真ん中ぐらいか。で、なんでかというと、そもそも記憶のメカニズムっていうのは脳内に、シナプスっていう神経細胞があって、その神経細胞と神経細胞がくっつくときにシナプス結合っていうのを形成するんですよ。で、そのシナプス結合の形状がこことここが結びついて、こことここが結びついて、うわーってめっちゃぐ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 ちゃってなってるんです。もうイヤホンの絡み具合どころじゃないぐちゃぐちゃになってるんですよ。で、あの、ぐちゃぐちゃの形状が、もうそのまま記憶なんですよ。だから形状記憶合金なんていうのを、イメージしてもらうと、そのニュアンスに近いかなと思うんですが、それなんです、記憶っていうのは。だから、こことここの結びつき、電気の通りやすさっていうのを、しっかりと作っていくっていうのが記憶なんです。だから、根性で覚えるんじゃないんですよ。書けば覚えるし、いっぱい見ればそこの電気が活性化されるから、いっぱい通った電気の部分は、通りやすくなって記憶よくなるに決まってるんです。だから、体の問題として、ここをか、か、解釈、解釈すると。で、それはどういうことかっていうと、目標を書くんです。書けば頭が活性化されて記憶に残りやすくなる。記憶に残りやすくなれば潜在記憶として出てくる。潜在記憶として出てくれば、それがモチベーションの根源となるから、ここまで来たら体の問題じゃないですか。だって、ここですよ。ここに形成されたシナプス結合っていうのが裏で引っ張る形で、モチベーションターンが湧いてくるわけです。だからこれは心の問題でも何でもない。これは体の問題ですよ。心の問題っていうのはむしろ認識です。認識。認識の話。だから、認識として例えば、そうね、何でもいいけど、なんか受験をそもそも舐めてるだとかさ。まあ、いますよ、それ。そういうのは認識として変えていかないといけない。し、例えば、ね、学歴だけが大事みたいな認識も僕は変えるべきだと思いますし、そういうなんか価値観だったり、認識ですよね。で、今の価値観オンリーの話しましたけど、例えば、なんか何点しか取れなくて不安ですだとか、この前まで解けていたような問題が解けなくなって不安ですだとか、模試の点数が下がって不安ですっていう、そういう認識ね。そういう認識っていうのは、だから点数下がることが悪だと思ってるし、点数が上がらないことが悪だと思ってるじゃないですか。でも、考えてみたら、点数の期待値は上がってるに決まってるんですよ。だって勉強してるから。忘れる分よりも覚える分の方が、もうそれは多いわけだから、基本的にはね。だから、点数の期待値、本番の期待値っていうのは、上がってるはずなんです。でも、表面上のその場その場の難易度に左右される、だから誤差変数ですよね。誤差変数って、まあ、常用変数か。常用変数みたいな、あまり、もうなんかどうでもいいファクターが、点数下げちゃってるっていう状態にすごい心を痛めつけられるわけじゃないですか。だからあんまそこは気にしなくていいよってことです。だから、認識の変え方ってのはそこ。だから、ここまで来ると心の問題ね。でも基本的には体の問題で片付くんですよ。僕らの受験生活の問題って。で、さっきも言ったけど、神経伝達物質の話だったり心の問題っていうことですね。で、じゃあやる気が起きない。もう、
土日の勉強時間ゼロ、平日はまあやれて5時間、まあ僕のことです。僕が受験期そうだったんですけど、まあだから別に学歴高いとかにも行ってないんですけどね。じゃあ、それってどうなのってね。モチベーションの問題です。モチベーション。モチベーションの問題は、どっちかな。体の、まずは体があっての心だと思います。二段階、二強度だと思います。うん。二強度だと思いますね。で、どういうことかっていうと、まあ、そもそもなんか僕みたいにね、土日マジでやる気が起きなくて、もうゼロで、なんなら YouTube しか見てないし、ベッドから起き上がらないみたいな人ってまあまあいるわけじゃないですか。いや、それはなんか外に遊んでカラオケ行ってウェーイみたいな。やつは、ま、やる気あるからね。それは、生きる源っていうかエネルギーはあるわけだから、それは勉強に回せばいいんじゃないって思うけど、例えばモチベーションがマジでゼロみたいなんて、さっきも言ったけど、神経伝達物質のドーパミンとか、ドーパミン足りてないよだったりね。で、これは、伝達です。脳と脳の、脳の神経と神経の間で情報を伝達するための物質ですね。で、あとはブドウ糖とかね。いや、普通にエネルギーよ。ブロートを足りてないと、そりゃ、やる気出ないっしょ。いや、だって、エネルギー足りてない状態で頑張るっていうのは、生物学的には不適応なわけだから、エネルギー足りてる状態じゃないと頑張らないのは、それは普通ですよ。だから、ブロートを足りてないんじゃない？ね？エネルギー足りてないんじゃない？ドーパミン足りてないんじゃない？エネルギー足りてないんじゃない？そこにまで落とし込めたら体の問題ですよね。じゃあ、どうすればいいかっていうと、日々の食生観、栄養を正すと。で、まあまあ、親にリクエストするでもいいしね。なんかそういう風に栄養をコントロールしていくんです。で、それでもなんか、ダメだよってかな、もっと手っ取り早いのはサプリメントですよ。サプリメントで、なんかドーパミンの全体のチロシン買ってみたり、まあ、ブドウ糖ちょっと難しいけどね。チロシン買ってみたりだとかね。DHA っていうドコサヘキサエン酸っていう、記憶学習のね、そのシナプスの通りを良くするための、サプリメントってあるわけですよ。別にこれ薬でも何でもないですから、まあ、体に合うようやったらやってみてもいいと思います。で、しっかり自分の生活をこれ飲んで、観察してみると、全然、変わってきますよ。うん。全然ね、僕、実際両方、これは今日試したので言えないんですけど、ドーパミンはずっと試していて、しっかり、自分を観察しないと気づかないレベルです。なので、全然薬物でも何でもなくて、やる気みなぎってきたもう、なんかやべえぜふぅみたいな。そんなことはなくて、別に、やる気、ああ、やる気出てたわみたいな。だから、全然ね、普通、普段と全く同じです。だから、本当に意識しないとわかんないです。でも、意識してみたら、いざ意識してみたら、あ、今日めっちゃ充実してんなって感じですよ。だから、むしろ、ドーパミン出てきた方が頑張っちゃうから、脳みそは疲れるんですけど、まあ、そんぐらいでいいじゃんっていうね。だから、まずは体の問題です。体の問題。で、体の問題が解消できたら心の問題に持っていく。だとか、例えば目標だったりね、そういった問題については、例えば書いて覚えるっていうのが体の問題として、まあ、もうそもそももう覚えさすと、まあ、頭に叩き込むっていうのでもう体の問題として見てやるんです。で、普通の勉強も一緒ね。書いて覚えるっていうのもあるけど、書いて覚えずともこの科目はやれるなと思ったらいっぱい見る。僕ね、その辺に紙貼ってるんですけど、覚えたではなく、見たを多くする。で、これね、諸説ありって感じですけど、しっかり理解をしてることに基づきます。まず何か理解をしていて、例えばベンゼンの構造を理解していて、で、これがくっついたら、なんとかかんとかやね、みたいな。例えば、ベンゼンに COOH がくっついとったらなんとかかんとかっていう名前やってね、みたいな。なんかそういう、のを、例えばこのトルエントとか暗則降参とかって書いておいて何回も見るんですよ。だから覚えたじゃなくて見たを多くするっていうのはどういうことかっていうと、どうしようか。
これシナプスね。シナプス、前細胞か。ここの辺からね、神経伝達物質っていう風に粒がいっぱい出てくるんです。で、この粒が、ここ受け取るでしょ。まあ、基本的にグルタミン酸かな。グルタミン酸がこう出てきて、このグルタミン酸こいつが起きてるんですよ。で、受け取ったら、用意ドンって感じで、ナトリウムイオンがバーって入ってくるんです。で、バーって順番に、順々に入っていくから、まるでなんか電気が、こう、ビビビビってなんかプラスの電気が走ったようになるんですよ。で、まあ、要は、一貫して、ここに電気が流れてる。電流が流れてるんですよ。で、これって、いっぱい流せば流すほど、ここの結合って強くなるんですね。で、いっぱい流せば流すほど、ここの結合が強くなって、ここの結合が密接になると、記憶に結びつくんですよ。記憶に。だから、覚えたってやると、覚えたってやるよりも、見たの方が回数は重ねられるわけですから、いっぱい見ることで、覚えようっていう感じですよね。だから、結局は、覚えるっていうのは非常に大きい動作だから、およし、覚えたって思っても、次の間に、もう一回覚えたもう一回覚えたつって、実際あんま覚えられてなくて、だから、見たを多くすると、なんか、覚えてるか覚えてないかよくわからんな、みたいな、増えていっても、結局、トータルで見ると、見たの方が覚えてたりするんですよ。だから、一回の上昇量は少ないんですけど、回数がこっちの方が多いので、記憶の面としてはこっちの方が適切だってね。で、ここまで来ると体の問題じゃないですか。体の問題。全然かけてませんけど、体の問題じゃないですか。あとはね、分散学習って言いますけど、やった内容を復習するのに適した時間ってのがあるんですよ。なので僕はノートを科目別に作るんじゃなくて、月火水木金土日っていう曜日で分けるノートをおすすめしてます。で、なんでかというと、何かこれ勉強しましたね。ラウンド何か勉強したとします。で、その翌日、まあ、つまり1日後ですよね。1日後にまずは復習するんです。ノートパラパラ見るんですよ。ノートを読書するんですよ。で、7日後、まあ、1週間後ですね。月曜日にやった内容は次の月曜日にまた見るんですよ。で、次16日後にやるんですよ。で、次35日後にやるんですよ。こういうふうにどんどん感覚を広げていくことで、記憶の定着って良くなります。で、それはなんでかっていうと、それもシナプス、体の問題として言えるんです。だから、根性の問題、これ覚えようって言われます。それは覚えるんだけど、しんどいじゃんか。だから、そういうのは体の問題として捉えていいんです。大悟さんの動画を見てください。動画とか本を見ていただければいいと思います。で、ね、で、16日後って結構中途半端だから難しいんですけど、じゃあ21日後にするとかね。あ、14にすると、復習する回数増えちゃうから、21の方が楽じゃんって感じで、まあ、21日後にしましょう。で、月曜日にだから要は、先週やった内容と、先週にやった内容を復習すれば、あと35日後ってのはフィーリングですよ。で、やればいいじゃんか。うん。で、これで体の問題に落とし込みますね。記憶も何でもそうですよ。今日ちょっと思いつくがままに喋っちゃいましたが、まず言ったことは体と心の問題は切り離すってこと。心の問題は認識の問題です。体の問題ってのはモチベーション、記憶の問題です。で、記憶の問題には目標も含まれていて、目標を潜在的に覚えるためには書いて覚えるっていうのが大事です。で、この場合は見たを多くするっていうよりも、書いた方が僕はいいんじゃないかなって、感覚的です。これは別に科学的な根拠も何もないですが、ただ、目標については、まあ、いっぱい見るのも、まあ、それは効果的なんだろうけども、いっぱい見ないじゃないですか、普通に考える。まあ、だから、ノートの表紙にね、書くとかはいいと思うけど、一回一回プライミングされるのでいいと思うけど、例えば、最初、目標を立てるときには、なんでとか、手段をいっぱい書いてって、書いて、頭を活性化させて覚える、潜在的に残すと。で、なんか、目標薄れてきたなと、目標って薄れるもんですから、目標ってのは記憶なので、
記憶ってものが薄れるものである以上、目標ってものも薄れるものなんですね。だから、目標が薄れそうだなと思ったら、今一度は30日後、まあ、別の目標でもいいので、立ててみてください。まあ、30日じゃなくてもいい。なんか、薄れたなと思ったら、10日後ぐらいにね、目標をもう一回書いてみるとか、そういうことをやってみてください。で、あと何の話だっけ？記憶の話か。記憶の話もそうですね。ちゃんと勉強するときの復習のタイミングです。1日後、7日後、16日後、35日後。で、そういうふうに、どん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 広げていく。で、基本的には、翌日やったことはやるし、だから月曜日にやったことであれば、先週のことと、先週のことを、復習すると。で、それだけで、記憶ってのは非常に定着しやすくなります。で、僕、大学でね、べらぼうに単位取ってるんです。単位の上限が免除してるので、成績が良くて。で、べらぼうに多いんです。だから、もう、普通に考えたら、復習も予習もマジで追いつかないレベルなんですけど、こういうふうに体の問題に全部帰着させることで、まあ、なんとかやれてるので、要領よくやるためには、一旦体の問題と心の問題を切り離して考えるといいと思います。ということで、長々と喋っちゃいましたが、この辺にしておきましょう。ありがとうございました。